わあ、ここが近接シティ。みつるくん、楽しそうだね。どうする？近接キッチンにご飯でも食べに行くかい？それとも、自転車買いに行こうか。健康のためにいいと思う。いえ、まずはジムに挑戦します。え？ジムの場所は、ここもまっすぐ中庭を抜けた先ですね。え？大丈夫かよ。え、ちょっと、みつるくん？みつる、お前、そんな強くなったの？すげえな、自転車屋さん、ここ。四角、方角4姉妹、ここは110番道路。ねえ、すごいわって。自転車欲しいんだけど、駐輪場じゃん、これ。いいなぁ。なんかある。アイテム。スピーダーだ。とりあえず、ポケモンセンター行こうか。ね。情報の基本はまずポケセンからだからね、みんな。なにこれ、こんにちは。近接は自転車乗りに嬉しい街だぜ。いいなぁ、俺も、チャリ欲しいなぁ。どこで買えるんだろう。ここら辺？これなんて書いてんの？ちょ、読めない。喫茶店、ここってあれかな、なんか、すげえ広い街あったじゃん、XY でも。え、ゲームコーナー潰れてるじゃん。パワーもらって、ありがとうございます。模様替えグッズ。キモリドール。なんそれ。アチャモドール。水五郎ドール。なんか、あれをもらったけどね、ありがとうございます。さあ、なにここ、中庭ですか？あ、ここがポケセンか。ちょ、ポケセンで、ね、回復しよう。こんにちは。大パワー。オーパワーって。あ、前作であったやつかな。ねえ。公園では一番都会だからな。あ、ここが一番の街なんだ。近接シティが。あそこにいる変な親父。ねえ、変なこと言ったりするの。こんにちは、おさん。わし、メルヘン親父、とてもいい話するよ。話聞く？聞かせてくれや。夕焼けを見ると家に帰りたくならない？え、まあ、じゃあそうやな、うん。あと思ったんだけどさ、海の底ってどうなってるのかな、一度でいいから見てみたいな。いや別に海の底は見たくないかな。あと思ったんだけどさ、120色のクレヨン買ったんだ、いいでしょ。ちょっと見てみたいな、いいなそれ。ちょっと欲しいな、そのくらいかな。オーパワー分けてあげる。あ、オーパワーのおっさんってことか。ありがとうございます。お小遣いが増えたりするやつ。そうか、これで各町回ってオーパワー集めたりしなきゃいけないんだね、これから。オーパワーっていうのは、なんか素早さパワーとか、なんかお小遣いパワーとか、よくわかんないパワーってやつですね。詳しくは調べてください。説明下手くそですのでね。申し訳ない。オッケー、じゃあ、とりあえず町の探索と、みつるくんに会いに行こうか。さて、じゃあオーパワーもらったし、次どこ行こうかな。近接ヒルズっていう超高級なマンション。はぁ、住もうかな。何やお前ら、何しとんや。ほら、ポケモンでハッスルしたら腹が減ったの。ハニーは？ねえダーリン、うちトリマー近接ちゃんぽん食べたい。あー、俺とバトルしようぜ。お兄ちゃん何してるの？朝起き、家族に連れられここへ。同じように集まった茶飲み友達と喋り、渡された弁当を食べる。やがて日が暮れると迎えが来て、家に帰り床に着く。この暮らし、繰り返しがわしの暮らし、何の不満もありません。なるほどな。まあ、その友達と一緒に遊ぶってのが楽しいんだろうな。でも今ちょっと友達いなかった気するんだけど、多分触れちゃいけないことなんだろうな、多分。ね。ただこのモニュメントは、ミアレシティとの友好を記念して建てられたっていう。なるほどな。すごい塔ですね。俺の故郷はヒウンってとこなんだけどね。すげえ大都市なんだよ。なんかこれ、地球儀もらった。ありがとうございます。なんか早くこのグッズ飾れる部屋みたいなのが欲しいよね。ピカピカのやつなんてグローパンチで一発なのに、グローパンチとか、あ、技マシーン売ってんのかな？売ってそう。こんにちは。技を出すのか道具を使うのか、これトレーナーの判断で勝負が決まることもあるね。道具か、もういっぱい持ってたらいいじゃんっていう。絶叫マシン好きな人、俺大っ嫌い。これで、ね、なんだろう、多分泣くと思う。チッ、なんだよお前、好き好き好き。ああ
フリーホール？俺ちょ無理だわこれ。おしっこちびってるわ多分。あーやべえし、なんか落とす技ですよね多分。能力一時的に高まるやつがあるのじゃっていう、ね、ディフェンダーとか俺使ったことねえな全然。さあフレンドリーショップ、え、技マシンが売ってますね。めちゃめちゃ1個しか買えねえ。グローパンチ、殴ると攻撃力が上がるってやつ。地ならしね、地面をゆれゆれして全部なんかすごいことするってやつ。え、どれか買いてえな、買いてえなこれ。どれ買おう。あ、グローパンチ欲しいけど使えそうなやつが。か、買おうかな。地ならし買おうかな。ここのジムリーダーが何か次第で買おうぜ。ちょ、ジムリーダー見てこよう。何タイプが。はい。さ、まずジム探さないとあかんな。サイクルショップ行ってみる？あそこの主人、気前がいいってやべえな、それ。ここ何？おばあちゃん、こんにちは。あ、じゃあこれ地図だ。近接シティ、ここは明るく楽しい街。なんか田んぼの田みたいな感じの街ですね。近接ジムは左、サイクルショップは右下。やったぜ。これ何ここは。あ、テレビ局？あ、いいや。さ、ジムリーダー何か見よう。あ、いた、ショタッコ。何してんの？おじさん、お願い。自分がどれくらい強くなったかジムで試したいんですね。いいでしょ？まあまあ、ミツルくん。確かに、ポケモンと一緒に暮らすようになってから君は元気になった。だからといってジムに挑戦なんて無理してないかい？無理なんかしてません。僕とラルトスが力を合わせれば、誰にだって勝てる。本当かよ。久しぶり。あ、ダイダラさん。僕強くなったんだ、ラルトスと一緒に。ダイダラさんにも、おじさんにも分かってもらいたいんです。すごい強い目してる。え、勝負してください。いいよ。ありがとう、ダイダラさん。絶対勝とうね。ラルトス。ちょ、泣かしちゃうかもしれない。ごめんな。おじさんも強いんだ。さあ、ポケモントレーナーのミツルが勝負を仕掛けてきた。さあ、ミツルは、ラルトス。繰り出してきた。一匹だけだね。さあ、レベルはいくつだ？さあ、決まりに決まり。17。まあまあですね。まあでも、なんか申し訳ねえけど、俺は強い。わからせよ。リーフブレード。ズバッ。消えろ。さあ、一撃で終わらせる。泣いちゃうってこれ絶対。さあ、ミツルとの勝負に勝った。あーす。うわー、ダイダラさんは強い。悪いなぁ。強くてごめん。どうや？あ、大丈夫か？疲れたか？おじさん、僕、血だけに戻る。ダイダラさん、ありがとう。やっぱトレーナーってすごいんだね。ただポケモンと一緒に戦うだけじゃダメなんだ。本当の意味でトレーナーにはなれない。しょげんなって、これから強くなれよ。さあ、帰ろう。はい。ダイダラさん。僕も、きっともっと、ずっとずっと強くなります。たった一度のポケモン勝負で自分の限界、ラルトスの限界、いろんなこと分かり始めた気がする。それで、その、何やお前。ダイダラさん、できたらあなたのこと、僕のライ。ライ。ライ。何でしょう、ライチュウですかね。俺ピカチュウでいいや。何でもないです。今のは忘れてください。僕とライライ亭に行きましょうって。ラーメン食べたいのかな？いいよ。わいわい、行っちゃった。なるほど。ミツルくんがポケモンを捕まえるのを見守ってくれたのは、ダイダラくん、君だったんだね。せやで。ミツルがあれだけ前向きになれたのは君のおかげだ。ありがとう。いや、どういたしまして。何？俺といてなんだけど、これあげよう。何？秘伝マシン、やった！岩砕きじゃん。おちゃん、気まええな。君の行く手を、大岩が塞いでも、岩砕きを使えば、砕いてしまえる。では、この辺で、バイバイ。しだけタウンにある我が家、来てくれたら嬉しいな。しだけタウンってどこだろう？ねえ。まあまあ、いずれ行くことになるのかな？もう行ったことあんのかな？わかんねえや。さて、近接、ジム、リーダー、鉄線。電撃親父。よーし。電撃ってことは、地面タイプの技が効果抜群です。ねえ、地面タイプの技全然なかったから、ちょうどいいや。地ならし買っちゃおう、ここで。地ならし。よし、お金ない。
はい、ということでバック、技マシーン地ならしね、メタングが覚えるので覚えさせましょう。はい、地ならしを覚えたい。さ、なんか忘れさせなきゃいけないんだよね。何忘れさせよう。ぶっちゃけ手加減とかクソいらねえんだけど、ポケモン捕まえるのではちょっと覚えときて。けどいらねえよなー、こんなかじゃ忘れさせちまえ。いらん。ポカーン。さあ、これで地ならしを覚えた。さあ、これでメタングが最強になったね。フリーホール。やばいな。さあ、岩砕き、とりあえず覚えさせておきましょう。岩砕き、覚えるのは、パシリです。はい、パシリ、この技覚えとけよ。はい、覚えときます。させ。尻尾を振る、忘れよう。はい、これで OK です。岩砕きを覚えた。十分だね。オッケー。それでは、あとは、ちょっとね、道具の持ち物を変えときたいなと思います。なんだろう。あれだよ。焼き鳥がさ、幸運の奥を持ってんだけど、ちょっとね、電気タイプだったら厳しいからね。このメタングに、このアイテム持たせようかと思います。幸運の奥。お金2倍もらえるっていう。やべえ、これ。ちょ、ほんと頭おかしいアイテムだと思う。オッケー。さあ、これメタンクに持たせて、これでまたジム挑戦できますね。さあ、その前に、自転車屋さんが、こっちかなにあるの、あるみたいなんで行ってみようか。どこだろう、ここかな。あ、ここだ、ここだ。自転車乗ってても野生のポケモン飛び出してくるよ。引いちゃわねえかな、大丈夫かな。おちゃん、くれよ、自転車。おや、こりゃ、また、ずいぶん元気そうなお客さんが来たの。私は人呼んで、ミキスター、風の、このサイクルショップのオーナー。君のランニングシューズ、ものすごく汚れてるけど、どっから遠くからやってきたのかい？なんと、三代タウンから。わしの自転車があれば、心地よい風を感じたから、楽にいろんなとこ行けるのに。よし、君に自転車をあげよう。おかしい。いや、ちょっと待て。マッハとダート自転車。マッハは全身で風を感じたい人、ダートはテクニックを楽しみたい人だ、こうだ。え？どっちもらおう。どうしよう、俺テクニシャンって言われてるからダートもらおうかな。ありがとうございます。ありがとうございます。もしも別のタイプと交換したくなったら、わしに声かけてくれ。交換もしてくれんの？すげえな。僕は自転車の勉強してるんだ。奥の部屋に解説書があるよって。ウィリーとかできる？自転車によって B を押すと持ち上がります。ウィリーだ。B ボタンを押したらできます。ダニエル、ウィリーしながら、ぴょんぴょんできますっていう。段差が、飛び石がある段差を乗る？最強じゃん、それ。ジャンプ。B ボタンとなんかを同時に押すとやばいぞってやつ。ねえ。マッハはどんなテクニックがあるんだろう。走り方。走るぞ。止まるぞ。マッハは、急に止まれませんっていう。ねえ。マッハ速いだけですね、多分。坂はマッハだったら登れる。あ、登れないんだ、ダート自転車じゃ。なるほどなぁ。まあいいや、ダート自転車もらったので登録しておきましょう。外で乗ろうぜ。よし。イエーイ！ウィリー！どうやってジャンプすんだ？あ、ぴょん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 。ダニエルってどうすんの？わからん、わからん。ダニエルのやり方は全然わからん。できへん。まあ、ええや。さあ、自転車乗ったのでね、これから楽しく行けますね。マンションはどうやって入るんだろう。入れないね、マンション。超高級マンションだっけ。ここじゃね。マンション2階じゃん、ここ多分。え、入れない。どうやって入るんだろう。友達に入れてもらうのかな。空を飛ぶとか教えてほしい、早く。ちょっと聞いて。メトロノーム持ってるの。1000円で譲っていい？買おうか。
さあ、メトロノームを手に入れた。これは確か同じ技を繰り出すと威力が上がるってやつだったっけ。ねえ。超有名か音楽家っていうのは僕やねってね。なやこいつ。変なやつやな。ここなんや、ロケットみたいなんで。こんにちは。てめえ、ポケモン好きか。ああ、好きだ。マジで好きか。めっちゃ好きや。愛してるって言えっか。ああ、イエスさ。マジ愛してるって言えっか。ああ、イエスさ。ありがとうございます。ポケジャラシ、何それ何それ。私はポケモンが好き。そうか。俺も好きだよ。ポケジャラシって何？見てみましょう。いっちゃん下だね。ポケジャラシ、野生のポケモンから逃げられる。あ、ピッピ人形みたいなもんかな。昔なんかピッピ人形っていうアイテムがあって、それ使えば逃げられるってあったんだよ、確か。ね、同じでしょうね、これ。んだよ。ん？このゲノセクドの、何ゲノセクドって。よ、わかんねえや。はい。まだなんか2回あったかもしんねえけど、とりあえずこんなもんにしとこうか。オッケー、じゃあ今からね、ジム行ってきてと思います。はい。さあ、電気タイプを操るジム。ジムリーダー誰だっけ？よー、ダイダラ。近接ジムのジムリーダー、鉄線。電気タイプのポケモンの使いで、水タイプのポケモンで向かうとやばいぞ。しかも、スイッチで開けたりする決定の扉の仕掛けをジムに作ってしもうた。決まってこうな、オッケー。